どうも皆さんこんばんは、たくあんボーイです。本日はナイトルーティーンをご紹介します。まずはじめに施錠の確認をいたします。施錠よし。調達してきた食材を隠します。今日は須田まさきのオールナイトニッポンを聞いていました。お手を洗います。喉をうがいていきます。蓋が反抗期のゴミ箱。21時15分 YouTube 撮影作業。今回はですね、質問コーナー。今日はメンバーシップの撮影でした。指定席の皆様バージョンでございます。22時夕食作業。鈴木先輩の生配信を視聴しつつ、悪魔の壺ニラ定食を口に運びます。コメントを送付してみました。音読していただきました。お花見配信目前でございました。先日メトロ氏からいただいたたくあんです。サイコパスな先輩でした。最悪や。23時全身洗浄作業。マイルドクレイジングオイル無印良品。こちらで顔面の塗装を剥がします。いわゆるメイク落としとやらです。マイルド洗顔フォーム無印良品。日々雨風に打たれている顔面をきれいにするためのものです。多分洗顔っていうと思います。洗顔中。シャンプーメーカーは不明。コンディショナーメーカーは不明。ボディーソープメンズビオレ。ポップウイルスを歌い入浴が終了します。お風呂上がりは体温低下前に着替えます。部屋の体感温度マイナス3度。ハトムギ化粧。油分の多い部分からじっくりと乳液敏感肌用。肌が弱い系男子。癖毛にドライヤーを添付します。23時30分動画編集作業。時間があればいつでも編集をします。目が疲れるので目薬を発射しまくっております。おかげで瞳が大変潤っております。0時30分動画鑑賞作業。洗濯カゴの兄弟市村家より。1時歯のブラッシング作業。歯ブラシの硬さは硬めです。歯磨き粉は甘めが好きです。1時10分日常綴り作業。ここ3年ぐらい書き続けております。生活における喜怒哀楽を綴っています。1時30分就寝作業。ビーグル犬を肩に乗せ寝床へ。今日はどんな夢を見るのでしょうか。皆さんにお会いできることを祈っておやすみなさい。